埼玉県立滑川総合高等学校は、埼玉県比企郡滑川町にある県立の高等学校である。通称、かつぶさ。2005年4月に埼玉県立滑川高等学校と埼玉県立吉見高等学校が合併して誕生した単位制の総合学科の高校。1年時は全員共通科目を学び、2年時から科目選択の目安となる系列を設けており、人文社会、自然科学、国際文化、ビジネスメディア、健康、スポーツ、ヒューマンデザインの6つの系列から選択する。滑川高校時代の1998年に夏の甲子園に西埼玉代表として出場し、3回戦進出。学習面では2017年に中央大学法学部法律学科に生徒が進学した。部活動では野球部が強豪校として知られている。陸上部では槍投げや弓道部個人でもインターハイに出場している。敷地、校舎は滑川高校のものを引き継ぎ、総合学科棟は新たに建てられた。総合学科棟には、コンピュータ教室、フードデザイン室、介護実習室、スポーツ科学実習室があり、各種の実習ができるようになっている。ありがとうございます。